なんと、はい、今日の夜、はい、ゆうなはすごいものを作っていました。こんにちは。おはようございます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 。今6時です。はい、寝起きです。はい、はい、では3、2、1どうぞ。どすごっ。これ100均で爆買いしたやつ。お前、そうそうそう、お母さんがめんどくさくて作んなかったやつ。そう、あのミニチュアがこの時流行ってて、うん、そう、なんかそれで、うん、あの買ったんだよ、ダイソーでやって、こういうやつが、うん、それなんかいっぱい種類があって、うん、開くの。これが開く。すごい。鏡でドレッサーで、ここも引き出しない。引き出し。あ、本当だ。これ時計。飾る。で、ここも開くよ。ほら。本当だ。両方開く。へえ。すごいね。なんかね、つまんなくてね。うん、なんかしよ、何しようかなって思ったの。すごいじゃん。全部。はい、以上、ひばなゆうなさんでした。はい、これね、うん、難易度1だったんだよ。あ、そっか、難易度があったんだ、いろいろ。1、うん、一番難しいのどれだったの？それ覚えてないよ。これと、うん、これ。あ、だってこれボキって折っちゃったんだもん。そうなの、ね、だからここで修正してやる、こことここ。本当だ。結構ね、バキって折ったところ。そうなんだ。そう、いいじゃん。わい、器用やろ。器用、器用。ほら、とこことかバリってやっちゃって。器用って言うのかな。違うんだよ。うん、これギュって、も写真ではもっとさ、なんか奥入ってたけど、ギュってやったらバキッつったからさ。それでグッってやったらバキッつって。バキ多いな、言ってると。いや、でも2回、あ、3回くらいしかない。素晴らしいです。イエーイ。はい、ということで、ゆうなが作りました。はい、はい、いただきます。これがちまいやねん。目と目が合う瞬間、好きだと気づいた。そっちに入るの。上に乗れないんですよ、ひな。なんで下から潜るの。いなくなっちゃった。みゆく、畳むよ、布団。いや、畳む。